正義の人々は1921年に発表されたエドガー・ウォーレスによる短編小説集。法律では裁けない悪人を罰するために死刑予告から殺人までも行う4人組、正義の4人を主人公にした犯罪小説の短編を集めた第一短編集である。人数は必ずしも4人とは限らないのが期間の3長編と異なっている。二度死んだ男。 アメリア・ジョーンズを憎んだ男地表の掃除役ラファムに、住んだ男音楽好きな男の冒険無罪方面本当の幸福引き抜かれた男沈黙の叫び犬のような派。ありがとうございます。